爪将棋において実践系とは実際の対局に出現しそうな局面をもとにした問題である。新聞や雑誌の爪将棋欄に出題される問題もこの形式のものが多い。実践系に厳密な定義は存在しないが以下の特徴の多くを持っている。現存する最古の爪将棋集である初代大橋総慶の将棋造物の問題は 実際の終盤から取られたような問題が多い。このことから、実戦系詰め将棋は、詰将棋の早々期からあったと言える。歴代の名人は、詰将棋を作っているが、初期の作品は、ほとんどが、実戦型であった。5代、大橋宗慶の頃から思考を持った、詰将棋が登場し、2代、伊藤隆院が全作品で玉が4段目より上に、 ある作品集、将棋有略を作ったことから、名人の作る爪将棋は実践系と違った進化を遂げることになる。名人ら家元の作る爪将棋からは実践型は減ったが、一般では実践型は多く作られ、元禄時代にはいくつかの作品集が出版されている。この爪将棋のいくらかは伝承として伝えられており、幕末の騎士、渡瀬総次郎はこれらをまとめた。 作品集、松酔いを出版している。第二次世界大戦後名人にもなった、塚田正は、新聞などに、多くの実戦系詰め将棋を発表した。塚田の作品は、実戦でありそうな形に、必ず名手が盛り込まれている。実戦で現れる囲いによって玉が囲われている、形式の問題も存在する。右に例として挙げた美濃囲いや矢倉囲い。 穴熊囲いなどに玉が囲われているものである。このような問題は、将棋の手筋の本などに収録されることもある。この場合、実戦での応用を目的とするため詰め将棋としては、不完全なものもある。また、実戦では、長い積みより短い必死という言葉があるように必死をかけてしまう方が、手数も少なく簡単な場合が多い。このような問題を、 人形図式と呼ぶこともあるが、別の形式で同じ呼ばれ方をするものがある。実践形詰め将棋の玉型の11521系の配置という考えを広げ、一段目にあるべき駒をすべて並べた詰将棋を人形図式と呼ぶ。右に挙げた伊藤漢寿の作品が最も知られている。小沢正弘は中央七七の範囲に何も配置されていないぶし掛け、図式。 夏の陣を発表し、平成5年度の漢字賞を受賞している。陣形図式の考えを、さらに拡張すると、1から3段目に玉形のコマが、初期配置の状態で並べられた問題が考えられる。このような問題を、玉形実践処刑と呼ぶ。玉形実践処刑の最初の問題は、内藤国夫が、新聞上に発表したものである。 その後何人かの作者によって作品が作られている。玉形実践処刑とは逆に7から9段目に攻め方の駒を初期配置通りに並べたものもあり、これを高型実践処刑と呼ぶ。この形式は双玉問題になるが、それを嫌って5球玉を配置しない人もいる。内藤国夫は高形実践処刑の問題で漢獣賞を受賞している。ありがとうございます。